おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はソシャゲについていろいろ考えていこう。うちのチャンネルとしては定期的に確認しているわね。多くの人が持っているスマホでかつ基本プレイ無料で遊べる作品も大量にあるからな。私も遊んでいて楽しんでいる作品もあるけど、現状の多くのゲームのガチャ課金要素には、ちと否定的ではあります。そのあたりに関連したニュースも来ているしな。現状をしっかり見ていくとしよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、アプリ調査会社のセンサータワーにて、2023年上半期の日本のモバイルゲームの市場規模についてのデータから見ていこう。全体的な収益とすると前年同期比 11% 減の68億ドル、9396億円、になっている。下がってはいるが、とてつもない市場規模ではあるわな。ダウンロード数についても全体で約3億ダウンロードで前年同期比 6% 減となっている。ダウンロードするのは大体無料だしね。この数字も納得ではあるけど、スマホのストレージ容量がカツカツな私にとっては、ホイホイダウンロードはできねえけどな。ここの全体のパイが減っている状況は、後でお話しする部分でも大いに影響はある。いつまで続いているんだ的なソシャゲバブルはもう弾けているよな。収益ランキングはこうなっている。モンストが1位か。やっぱり強いな。昨年の同期ランキングでは馬娘が首位だったな。FGO も根強いわね。2023年収益トップ10内にはリリースから5年以上のタイトルが6つもランクインしており、日本のモバイルゲームユーザーからの支持を得続けているゲームが半数あることとなる。モンストやパズドラなんてスマホで遊ぶゲームの代表って感じだし、そこそこやり込んで、キャラも揃っているなら他ゲームに浮気もあんまりしないと思う。そこもソシャゲ業界見る上で、重要な要素だろうな。そして、収益成長では、崩壊スターレイル、と、ニケ、でワンツーという結果だな。中国と韓国のゲームが強いわけやな。会社全体の収益で言うと、まだまだ日本のメーカーがランキング上位となるがな。歴史あるゲームメーカーから首位を譲らんサイバーエージェントの凄さよ。サイゲームスもスマホゲームで言うと老舗になってきたけどな。ニケ、は日本が収益の 60% を占める最大の市場となっているともあるな。日本ではお尻派が多いんやな。それだけが本作の要素じゃねえし、そうだ。とはあんまり言いたくないけどな。まあ、リリース当初の昨年はもちろんのこと。先日1周年を迎えた際も大々的に広告は売っているな。その広告がうざいって意見もネット上にはあるけどな。費用対効果がどうかはわからんが、うざいと思われるほどの露出も。収益には貢献しているとは思うけどな。ソシャゲは基本プレイ無料でアイテムやガチャ課金などや広告収益などで収益を上げていく上に、開発費の回収はもちろんのこと、運営していくためのコストも必要となる。そこが立ち行かなくなって早期の差収なんて日常茶飯事やな。ドラクエモンスターズスーパーライトやシノアリスのように綺麗な形で終わりを迎える作品など稀だな。作品のクオリティ自体は上がっているし、開発費も結構なものよね。ユーザーの目も超えてきているし、あからさまな低予算ゲームに課金せずとも貴重な時間を消費したくはないだろうな。昔は1枚へとデータだけで簡素なものも多かったけど、今だと通用するはずねえよな。ゲームによっては新規イベントや新キャラ搭載にも開発コストは結構かかることになる。お客さんの財布の中身は同じやのに、開発費は上がっていく。その財布の中身ってのは、特に日本に限るとそうだな。この辺はソシャゲ業界に限ったお話ではないんだろうけど、一時のバブルを経験していると、運営する側としてはきついのかもしれないわね。スマホゲームを中心に展開しているゲーム会社の決算もさらっと確認しておこう。収益では先ほどのランキングでトップだったサイバーエージェントは、ゲーム事業では営業利益が前年比 62.5% 減の227億800万円。これは昨年の馬娘の収益が落ち着いてきたともなるがな。来年には3周年の作品だし、そこまでブームが続くわけではねえわな。後述するが、ファイナルファンタジー7エバークライシスは順調な滑り出しとしており、ちょっとここは現時点では、突っ込みどころあるな。11月下旬には呪術廻戦ファントムパレードがリリース予定となっている。呪術廻戦は結構流行りそうな感じね。他にも大手だとコロプラや DNA は現役となっている。そして、レスレリアーナのアトリエを公営テクモと協業してリリースした暁も現役。暁は今課金はしてないけど、ドラゴンボール Z ドッカンバトルではお世話になっている。
デスレリアーナのアトリエは初月に100万ダウンロードを突破するなど順調な滑り出しとのことだが、ちょっと長くなったけど、ようやくサムネにある部分の回収となるわね。現状を確認するということもあり、前置きが長くなってしまったが、アトリエシリーズの新作となるデスレリアーナのアトリエが炎上したな。公式 TikTok でソシャゲ女子の理想と現実として公開されていた40秒ほどの動画だな。私はあんまり TikTok 見てねえけど、中華系のあんまり面白そうじゃないソシャゲにありがちな CM フォーマットだけど、それにしてもひどかったな。理想、パートは、ガチャを回したいけどお金がない、という彼女に、彼氏が俺が課金してあげるよ、と声をかけ、彼女が笑顔になるというもの。この時点でちょっと、と思うけどな。続く、現実、パートは、ガチャで目当てのキャラクターが出なかった彼女が怒り、出るまでガチャ回すわ。財布出して、早く財布、と彼氏に迫ることになる。これは公式がやっていい広告ではねえぞ。いや、これは広告ですらねえよ。これ見て、このゲームやりたい、なんて思うわけないだろ。まあ霊夢のように思う人が大多数で、不快だとする批判の声も多く上がった。それを受け、運営は公式ディスコードにて謝罪。近日中に削除すると発表し、すでに削除済みとはなっている。ディスコード使うのはいいけどさ。それ以外の SNS では謝罪なしか。ヤフー記事にもなっていたレベルだから、火消しとしてはちと弱いだろうな。ちょっと運営のやらかしが過ぎるわね。まず、そもそもレスレリアーナのアトリエはソシャゲでリリースってところから、既存のシリーズファンから批判もあったのよ。買い切りで遊べる家庭用ゲームで今まで競合、冒険を楽しんでいたのに、キャラガチャで課金しろ、の圧など、本来加えてはいけないもの。以前のガチャ10連6000円もそうだけど、ソシャゲでやるならやるで、より慎重でないといけないのよ。まあ、霊夢のご意見ごもっとも。私はスチーム版待っているけど、これは不安しかねえぞ。アトリエシリーズ自体は根強いファンも多い。このレスナでこけて、家庭用ゲームの作品に悪影響とかシャレにならんぞ。実際、先ほど滑り出しは好調としていたが、旧ツイッターで早々にカムバック告知も結構いじられて結局削除になっとる。9月末のリリースやぞ。そらいじられるわ。好調なら、少なくとも今出す必要のない告知だからな。もうアトリエシリーズを怪我すぐらいなら、やめてくれと今までのシリーズ作品ファンとしては言いたい。ファイナルファンタジー7エバークライシスもカムバックキャンペーンやっていて不安しかねえ。そもそも冒頭でも確認した通り、新規ソシャゲが大ヒットするのは非常に難しい。これに関しては、今少なくとも日本では市場規模は落ちているんだから、開発力もあって有名 IP を取り扱える大手は、一部の重課金者がいないと運営が成立しない作品自体について見直すべきよ。ソシャゲ滅びろ、とは思っていない。基本プレイ無料でスマホで気軽に遊べる選択肢は残っていてほしいと思う。でも、ガチャでのユーザーの社交心や優越感を煽る形は健全とは思えない。ちゃんと作り込んだ作品なら、定額のシーズンパスとかだけの販売でも、成り立つビジネスモデルは必要だと思うわね。ユーザーの意識の変化も必要かもしれんが、確かにその方が健全だし、人間が持つ妙な心理を煽る必要ないもんな。特に社交心と優越感は作品のインフレにも直接つながる。それが新規層を入りにくくさせているし、長年続いているソシャゲあるあるだが、そのインフレを生かすためにいろんな要素てんこ盛りになって複雑になり、それも新規で入る層にとっては大きな壁になる。もう、問題点ははっきりしているのよ。あとはゲーム提供側がどうするかってだけ。寂しい話だが、日本ではジャブジャブと課金できる層ってのも経済状況的に減っているだろうしな。これに関しては全体的な市場規模が起きたことで、業界全体で変わるフェーズに入るってことになるなら良いことよ。日本では結構長く続いたソシャゲバブルからどうやって脱却できるかだし、できないなら、海外メーカーの作品に席巻される未来もあるかもな。できればそうなってほしくはないしね。このあたりはもっと掘り下げられるだろうし、ご視聴者様からのご意見もより必要だろうな。肯定、否定含めて、このチャンネルではフルオープンなので気軽にコメントいただければ幸いです。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。